今週もお疲れ様でした。キャラでーす。今回は、次のアップデートがいつ来てもいいように、ネザライトを大量に取っていきたいと思います。頑張ります。では早速行ってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。で今回は TNT6 スタック持ってきたのでたくさん爆破してネザライトをいっぱい掘ってきたいと思います。行ってきます。あ、ファービックした。行ってきます。なんかあそこもすでにマグマ垂れてるけど大丈夫かな。あ、待って。あ、違った、そうじゃない。ここの上ダメじゃない。掘れるかな。よいしょ。掘るところが難しいですよね。帰る道が分かんなくなっちゃった。待って、どこ？こっかな。あ、違う。待って、どこ？帰り道が分かんなくなっちゃったなぁ。あ、ここだった。どうしよう。困っちゃった。どこなら掘れるかなちゃった。どこ行こうかな。ここ結構まっすぐ掘れてていいかもしれない。でもここから横に行きたいですね。で今一応ネザライトインゴットがお家に15個あるんですよね。なんですけど、今度のアップデートで、ネザライト装備の見た目が変えられるので、できたら全部、待って。できたら全部揃えて、飾りたいんですよね。なので、いっぱい欲しいです。待って。ここまでかな。横。そう、あとネザーの通路もまた作っておこうと思ったんですよね。で、途中まで作ったんですけど、よくよく考えたら、要塞も、あと、なんだっけ、ピグニー要塞。でも新しいところを見つけなきゃいけないんですよね。なのでちょっと途中でやめときましたね。そう、ネザーね、読み込んでないところが欲しいので、読み込んでないところでネザー要塞とピグリン要塞を探そうと思うので、ちょっと途中まで掘って待っておきましたね。行き過ぎた。ね、早くアップデートを見たいなーって思いますよね。楽しみ、すごく。よし、行きますよー。せーの、ちゃか。あ、こっち逃げちゃダメ。危なかった。ここ行けないようにしとこう。待って。これ、どうしたらいいのこれ。待って。ちょっと待って。ねえ、マグマのカーテンできちゃった。どうしよう。どうしようかな、これ。一応、タイカー持ってるので。ちょっと捨てようかな。びっくりした。ちょっとタイカー飲んで、マグマ止めましょう。
待って、これ止まるのかな。これすごいマグマの湖に出ちゃった気がする。これダメじゃない？絶対迷子になる気がする。待って、これダメだったと思うの。怖かった。待って、どこら辺まで行ったら行けるかな。ここら辺から行ってみようかな。あー怖かった。まさかあんなにマグマの海があると思わなかった。怖いこれ。中心乗ってホテルとすごいマグマダイブしそうですよね。あ、こっち結構掘れましたね。よかったね。6スタックも持ってきて全然取れなかったらほんと困っちゃう。確かなんか今度出る防具の種類が 9種類ぐらい、9か10種類ぐらいあるんですよね多分ね。なのでそれを全種類ね4つ作るとなると結構な数いりますよね。おー、びっくりした。あーですよね、ですよね。待って、あー嘘。待ってどうしよう。どこかな。わかるかな。やると思った今すごく。やるとは思いました。とても。持っていこうかな。ですよね、なりますよね。ねえ、エリトラのままだとやっぱりどうしても防御力がね違いますよね。ちょっとリカバリーコンパスでいけるかどうかですね。どうかな、いけるかな。さあ、これ行くまでにほんと死なないようにしないとね、そこで上書きされちゃうんですよね。ちょっと気をつけていきましょう。これかな。あ、これっぽい。あるかな。あるといいな。あ、掘った跡がある。装備どうかな。あったー、装備取れないけど。あー怖かったー。ね、なんで卵持ってるんでしょうね。不思議なことになってた。よし、じゃあ探しに行きましょう。あった、いきなし。あードキドキでした。よかったー。よいしょ。あー怖い。あ、待って危ないんだけども、本当にこのぐらいしとこうかな。よし、今度が出るといいな。頑張れ。あ、ありました、やった。あっちにもあった。今回いっぱいありましたね。しかもここら辺マグマが出てこない。優秀ですね。
よいしょ。え、どこだ間違え。いや、待って。怒られてないあれ。怒られてない？よいしょ。ですよね。巻き込んじゃうと怒られるんですよね。なんかポタってきてた。やだ。どうしよう。待って。もう来ないといいな。どうしよう。あ、待って待って。危なかった危なかったよ。びっくりしたー。隣ポタポタしてましたね。びっくり。どうしよう、またマグマの勝手ができたかも。にゃーん。どうしたらいいんでしょう。ダメだこれ。もうまただった。なんとか無事に一回死にましたけど、帰ってくることができました。やったー。で、取れたネザーライトは、結果はこんな感じですね。26個。なんとか26個取れましたけど、今日はもう、マグマのカーテンがすごすぎて全然取れなかった感じですよね。一応TNT 約6スタック6スタックじゃない、6スタック間違えちゃったね。1個残りましたけど、使って古代の残骸が26個掘れましたね。まだちょっと足りないかなとは思いますけど、また、取りに行ったりしたいなと思います。では、今日の動画はここで終わります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などポチッとしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。